皆さんこんばんは。大津市の情報をワイドにお伝えする光る大津、司会の森田恵奈です。今月の光る大津は毎週日曜日のこの時間に大津市議会の各常任委員会の委員長をお招きし、市民の皆さんの声を市政に反映するために活動されている常任委員会の取り組みをお伺いしていきます。今回は総務常任委員会の細川俊之委員長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずお話をお伺いする前に、市議会と常任委員会の仕組みについて簡単にご紹介します。大津市議会では平成25年から定例会の会期をおおむね1年間とする通年議会を採用しています。このことで大災害などの緊急事態にも素早く対応ができ、またいつでも委員会の調査ができるなど、市政への監視機能が強化されています。定期的に開かれる通常会議は年4回、おおむね6月、9月、11月および2月に開催しています。緊急時の対応などは臨時的に特別会議を開きます。通常会議はご覧の順序で進められます。はじめに本会議では市長から提出された議案の説明を受け、議員が提出された議案や市政全般に対する質問を行います。その後それぞれの議案を5つの常任委員会で専門的に審査し、その結果を踏まえ本会議において議会としての最終的な決定を行います。大津市議会では広い行政の範囲を効率よく分野ごとに審査するため、ご覧の5つの常任委員会を設置しています。常任委員会では議案の審査に加え、住民本位の政策実現を目指し、各委員会が担当する諸問題について調査研究を行っています。第1回の今日は総務常任委員会の活動や取り組みについてご紹介します。総務常任委員会は政策調整部、総務部、消防局、水道室、議会、選挙管理委員会、監査委員の所管に属する事項、また他の常任委員会に属さない事項を担当し、これらの部局に係る議案の審査などを行っています。まず政策調整部では大津のまちづくりの指針となる総合計画の策定および進行管理をはじめ、広報・情報公開や個人情報の保護、人権啓発や男女共同参画、2025年開催の国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会などに関する事務を担当しています。総務部では予算の編成をはじめ、防災・行政改革、市の財産の管理やマネジメント、工事などの契約・検査・人事・市税に関する事務などを担当しています。消防局では消防・救急活動を行うとともに、火災予防に関するさまざまな事業に取り組んでいます。総務常任委員会では本日お越しの細川俊之委員長をはじめ、副委員長に寺田秀幸議員、委員は光光正次議員、佐藤博史議員、杉浦智子議員、竹内輝夫議員、田中康弘議員、谷雄二議員、中川哲也議員、船本勤議員、以上10名で構成されています。それでは細川委員長に今年の委員会の活動についてお話を伺ってまいります。総務常任委員会ではどのような調査をされたんでしょうか？そうですね、大津市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画、いわゆる DV 基本計画に関する調査を行いました。現在の第2次、計画が今年度末に終了することから、令和6年度からの
新たな計画の作成について調査をしたものであります。はい、具体的にはどのような課題があるんでしょうか。そうですね、様々実はあります。その一つの大きな課題の一つに、デート DV の認知度の低さがあります。配偶者からの暴力、いわゆる DV に比べて認知度が大変低い、半分以下であったということであります。なるほど。認知度を高めるために今後どのような取り組みが必要なんでしょうか。DV のボスにはまず何が DV の中を知ってもらうことが大変重要だというふうに考えます。ですから配偶者だけでなく交際相手からの暴力も DV であると、そういったことの周知についてしっかりとしていく必要があります。特にデート DV では若年層に多いことが分かっていますので、若年層にも届く周知啓発に取り組んでいかねばなりません。ではこの DV について他に重要なポイントはありますか。そうですね、他にといえば、大事なことは関係機関との連携のあり方だというふうに思います。DV の相談者や被害に遭われた方への支援は関係機関がしっかりと情報共有し連携していくことが重要となりますので、この計画については本年度末の策定に向けてもう一度調査する予定ですので、そのあたりもこれからしっかりと見ていきたいというふうに考えております。ではその他にはどのような調査をされましたか。政治への関心や投票率の低下が課題となっていることから、本年4月の統一地方選挙の結果分析と投票率向上に向けた取り組みについての調査を行いました。なるほど。ではまず統一地方選挙での投票率について教えてください。4年前の統一地方選挙に比べて、県議会議員の選挙では若干投票率が上がって 43.29% となっております。地議会議員の選挙ではこれまた逆になりますが少し低下しまして 41.84% で過去最低の投票率となりました。これは大変残念です。厳しい数字ですよ ね。では年代別での投票率はどうだったんでしょうか。よく言われますように高齢者の投票率が高くて若年者は投票率が低いと、そのようになっています。今後若年層の政治や選挙への関心を高めていくこと、そのことが大切だと考えております。はい、では若い世代の投票率の向上についてどのような取り組みをされているんでしょうか。令和5年4月の選挙においては、新たに高校生と共同で啓発活動に取り組まれました。実際に選挙に関わる体験ができる取り組みは選挙や政治への関心を高めつくためには大変有効ですので、今後も継続していくべきだというふうに考えています。では他にはどのような取り組みがあるんでしょうか。そうですね、委員会では執行部より今後の取り組みとして若年層に馴染みのある SNS ですね、そういったことの啓発活動の拡充でありますとか、それから子ども若者を対象に施策を実施している部局との連携を図りながらの若年層に対する啓発、また投票所の外観デザインの作成やバリアフリーなどを含めた当日投票所、期日前投票所の環境整備などに取り組んでいきたいとの報告がありました。どれも大変大切な取り組みですので、投票率の向上に効果的なものとなるよう期待しつつ注意して見ていきたい、そのように思っているところです。期待しております。それではここで先日細川委員長が消防局通信司令課において本格運用に向けて実証実験が行われた映像通報システムについて視察をされましたので、その模様をご覧いただきます。それでは今回実証実験を行った映像通報システムについてお伺いしたいというふうに思います。まずこの映像通報システム、どういうようなものなのかということと、それからどのような効果があるのか教えていただけますでしょうか。はい、映像通報システムは119番通報をされた方に火災や救急現場の撮影を依頼いたしまして、通常の119番通報に映像を加えることで災害現場の状況を把握するものです。これにより言葉では伝えることが難しい災害現場の状況を映像によりリアルタイムに把握することができますので、効率的な消防活動が行え、災害による被害の軽減と救命率の向上につなげることができます。現場の状況が映像でリアルタイムに分かるというのは
消防活動によっては効果的な対応が迅速に行えるということですよね。大きな効果が期待できるのではないかというふうに思いますね。はい、映像を確認することで必要な対応をより的確に判断できるようになります。火災では燃えている映像を確認することで消火活動に必要な準備ができますし、山岳救助などではスマートフォンに位置情報を取得して正確な災害地点を確認することができます。また救急では映像を見ながら具体的な応急手当を伝えることができます。今応急手当の指示がより具体的にできるようになるとのお話がありましたが、救命率の向上にもつなぐのではないかと思うんですが、どうでしょうか。はい、消防指令センターでは119番通報を受けているオペレーターが負傷者の状況を映像で確認しながら具体的に説明しますので、より効果的な応急手当を行っていただけます。またこのシステムでは通報者のスマートフォンに心肺蘇生法の動画を送信することもできますので、それを見ながら手当てを行っていただくこともできます。救急においてはできるだけ早く適切な処置をすることが大切なので、このシステムの活用は救命率の向上につなげていけると考えています。実証実験を行ってみて、さまざまなことは分かってきたんじゃないかというふうに思いますけれども、実際に効果があったと言われるような事例がありましたらいくつか教えていただけますか。はい、特に効果的に活用できた事例としましては、火災現場からの映像を通して周囲に燃え広がっていることが確認できたため、早期に消防隊の増強を行い迅速な消火活動につながりました。また交通事故では大破した事故車内で負傷者の意識がないことが確認できたため、早期にドクターヘリを要請し円滑な連携ができました。さらに火傷の事故ではその状態を映像で確認し必要な応急手当を指示することができました。市民の生命安心安全に関わる大切な取り組みですので、しっかりと検証いただきまして万全を期していただきますようお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。最後に細川委員長に今後の取り組みや抱負についてお伺いします。お願いします。はい、総務助委員会は総合計画の進捗管理や行政評価、それから予算の編成など行政の根幹をなす部局を担当するとともに、市民の安全安心の基礎となる防災消防を担当する委員会であります。大津市政をしっかりとチェックし、市民の皆さんが安心安全に暮らすことができ住み続けたいと思える大津市となるよう全力で取り組んでまいりますので、今後とも皆様方のご支援とご協力をよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。本日の大津市議会各常任委員長に聞くは、総務常任委員会細川俊之委員長にお越しいただきお話もお伺いしました。ありがとうございました。来週のこの時間は教育厚生常任委員会をお送りします。それでは今日はこの辺で、さようなら。